皆さん、今年もこの季節がやってまいりましたね。そうめんチュルチュル ASMR の季節が、白龍というですね、そうめんを今年はいただくことにいたします。というわけで少しだけまずはいただきたいと思います。いただきますね。めっちゃそうめんはうまいけどどうやったらチュルチュルなるんや。いや、もっとお上品に音が出る予定なんですけど、どうですか？なんとなくなんだけど、毎年このそうめんチュルチュル ASMR をやっていて思うことは、エイリアンに脳みそ吸われてる時みたいな感じの感覚しない？うちに歯があることを感じてください。ちょっと待って、こっちの方が需要あるみたいな反応やめてもらっていいですか？そうめんくんもいい音するから。うん。片揚げポテトも買ってきたんだ。ちょっと待って。これはみんな耳が壊れてしまうかもしれない。いいですか？失礼します。でもみんな待って、本題はそうめんなんだよ。なんでこんなにそうめんの音って面白いんだろう。吹雪もおるか。吹雪もチュルチュルチャレンジすると良いよ。野菜スティックの音好き。そうめんの音も好きって言え。チュルチュルにはほど遠くないかも。